ワシントンメトロ路線図。U 字型をした赤線が、レッドラインレッドラインは、アメリカ合衆国メリーランド州、モンゴメリー軍シェイディグローブ駅からワシントン DC を経由し、モンゴメリー軍グ,グレンモント駅までを結ぶ、ワシントンメトロの路線である。レッドラインは、ワシントンメトロの路線の中で最も古く、最も忙しく、 最も長い路線であり、唯一た路線との直通運転を行っていない路線である。メトロセンター駅に停車中の列車レッドラインは、地上駅のシェイディグローブ駅から始まり、CSX トランスポーテーションメトロポリタン、サブディビジョンと並走しながらツインブルック駅へと向かう。ツインブルック駅を出るとトンネルに入るがすぐに、ホリワリ区間に入り、ホワイトフリント駅に到着する。 その後も堀割区間を進みグロブナーストラズモア駅を通過し、週間高速道路495号線をまたぐと、またトンネルに入り、メディカルセンター駅に到着する。ベセスダ駅、フレンドシップハイツ駅間で、メリーランド州からワシントン DC へ入ると、テンリータウン英雄駅でトンネルは東へ曲がり、バンネスドック駅へ至る。バンネスドック駅を出ると、 トンネルは南に曲がり、クリーブランドパーク駅、ウッドリーパーク駅を通過すると、オレンジライン、ブルーライン、シルバーラインとの乗り換え駅である、ファラガットノース駅に入る。ファラガットノース駅を出ると、オレンジラインへの連絡線が分岐し、道産路線との乗り換え駅のメトロセンター駅、イエローライン、グリーンラインとの乗り換え駅である、ギャラリープレイス駅に到着する。ギャラリープレイス駅からジュディシャリースクエア駅へ向けて、 南東に進み、D ストリートで再び東に曲がって、ユニオン駅に到着する。そこから北に曲がり、地上へ出ると2004年11月20日に開業した、ノマ・ギャローデッいう駅に入る。アメリカ国道50号線をアンダーパスし、ブレントウッド車両基地を越え、メトロポリタンサブディビジョンをオーバーパスすると、ロードアイランドアベニューブレントウッド駅に到着する。駅を出ると、 メトロポリタンサブディビジョンが、レッドラインを挟むように並走し始め、ブルックランド空和駅に入る。ブルックランド空和駅を出ると、グリーンラインへの連絡線が分岐し、グリーンラインイエローラインとの乗り換え駅である方と、トッテン駅に入る。ワシントン DC 内最後の駅である、タコマ駅を通過し、メリーランド州に入ると、ここまで並走してきた、メトロポリタンサブディビジョンとの乗り換え駅である。 シルバースプリング駅に到着する。シルバースプリング駅を発車すると、メトロポリタンサブディビジョンと分かれ、トンネルに入る。先ほどは、オーバーパスした、週刊高速道路495号線を、アンダーパスし、ジョージアアベニューの下を北に進み、ホレストグレン駅、ウィートン駅を通過して、終点のグレンモント駅に到着する。駅の先には、車両基地が存在する。 内部的には、レッドラインは、メトロセンター駅を境にシェイディグローブ駅側がシェイディ、グローブルート、グレンモント駅側が、グレンモントルートと呼ばれている。レッドラインは、災害容量で運転するために44編成の列車を必要としている。列車は朝、ユーラッシュには4分間隔、昼間時間帯は6分間隔、21時30分以降は15分間隔で運行されている。 レッドラインはグリーンラインとともにバージニア州に入らない路線となっている。メディアを再生する2018年、雪の降り積もるタコマ駅に入線する列車ワシントン DC におけるメトロの建設計画は1980年代の需要を満たすのに十分な高速道路及び大量輸送システムの建設を見据えた1955年の大量輸送調査から始まった。 1959年に発表されたこの調査の最終報告書には、ワシントンのダウンタウンに2つの高速輸送システムを建設すべきであると書かれている。都市圏輸送機関による1962年の都市圏における輸送報告書では、現在のレッドラインの大部分のルートが計画されており、ロックビル駅ベセス大機関においては、現在の直行ルートではなく、 ボルチモアドハイオ鉄道の線路に沿うルートとなっていた。このルートはワシントン都市圏交通局が設立されるまで高速輸送計画において計画し続けられていた。1966年10月、ワシントン都市圏交通局が設立された。これにより地下鉄計画は連邦政府の手を離れ、メリーランド州、バージニア州、 ワシントン DC などの地元団体が主導することとなった。このため、今まで足かせとなっていた連邦議会による計画ルートの承認を気にする必要がなくなった。1969年までにワシントン都市圏交通局は現在のロックビル駅シェイディグローブ駅間を除くすべての区間におけるルート及び駅を決定した。しかし、モンゴメリー軍当局が 地域の混雑を引き起こすこと、ロックビル駅周辺に車両基地を作るための用地が不足していることなどを理由にロックビル駅止まりにすることに反対した。これを受け、ワシントン都市圏交通局は1975年7月26日に、レッドラインをシェイティグローブ駅を延伸する計画を承認した。1969年12月9日、ジュディシャリースクエア駅で、 気工式が行われレッドラインの建設が開始された。建設にあたっては、ポトマック川の支流であるロッククリークを高架橋で通過予定であったが、アメリカ合衆国国立公園局がロッククリーク付近の高架での通過を禁止し、トンネルでの通過を余儀なくされ建設が困難になった。この影響で、同区間に高架駅として開業予定であったデポンサークル駅及び、 ウッドリーパーク駅が地下駅として建設されることとなった。また、レッドラインはコネティカットアベニューからウィスコンシンアベニューまでの区間でユマストリートの地下を通過することとなっていたが、地元住民がこれに反発して交通局を訴えた。最終的に裁判は交通局側の勝利で決着し、ユマストリート地下にトンネルを建設する権利を得たが、 裁判により2年もの間建設が中断されてしまった。1976年3月27日、レッドラインの最初の開業区間であるファラガットノース駅、ロードアイランドアベニュー駅間が開業した。同区間の途中駅として同時開業予定であったギャラリープレイス駅はバリアフリー構造の欠如に関する裁判所からの命令により開業が遅れ。 1976年12月15日に開業した。路線の西側は1977年1月17日に、デュポンサークル駅まで1駅、1981年12月5日に、バンネスドック駅まで3駅、1984年8月25日に、グロブナーストラスモア駅まで5駅、1984年12月15日に、 シェイディグローブ駅まで4駅延伸された。東側は1978年2月6日にシルバースプリング駅まで4駅、1990年9月22日にビートン駅まで2駅、1998年7月25日にグレンモント駅まで1駅延伸され全線が開通した。レッドライン型路線との直通運転を 行っていたのは1997年1月27日から1999年9月17日までで試験的に運行されていたグリーンライン通勤ショートカット列車が4と突然、駅付近の連絡線を通りブルックランドクーア駅、ファラガットノース駅間に乗り入れていた。2004年11月20日、ユニオン駅、ロードアイランドアベニューブレントウッド駅間に、 ノマギャローデット有駅が開業した。ウッドリーパーク駅列車衝突事故の事故現場写真2004年11月3日、レッドラインの回送列車が対抗して、ウッドリーパーク駅に停車中であった後続の営業列車に衝突、20人が負傷した。14ヶ月の調査の結果、回送列車の運転士の注意不足が事故の原因であると判断された。安全当局は衝突した。 営業列車が満員であった場合、少なくとも79人が死亡していたと推定した。これにより、回送列車の運転士は解雇され、ワシントンメトロの職員は300両以上の車両に、対抗防止機能を追加することに同意した。2009年ワシントンメトロ列車衝突事故の現場写真2009年6月22日午後5時3分、タコマ駅方とと典駅間において停車中であった。 南高台214列車に、後続の第112列車が追突した。追突の際に、第214列車の最後尾車両が、第112列車の先頭車に食い込む、テレスコーピング現象が発生し、第112列車の運転士及び、乗客8人の計9人が死亡、少なくとも70人が負傷した。この事故は、 ワシントンメトロの歴史上最も死者数の多い事故となった。事故に関する国家運輸安全委員会の報告書は2010年7月27日に発表され、列車に搭載されている自動列車制御装置の回路の故障による自動ブレーキの不作動が事故の原因となったと判断された。以下は、レッドラインの開業及び延伸の年表である。ありがとうございます。